東国、東国、どこにいるんだ。こっちは見つからなかった。こっちもだ。どこ行ったんだよ。桜井、本当に何も東国のことは知らないの？ああ、夜に話したのが最後だ。ありがとう、大丈夫。様子が変だったとか何かない？いつもより少し元気がなかったけど、でもこんな状況なら当然だと思う。いなくなるような感じだった？いや、そんな感じじゃなかった。ほらユリアちゃんのことだし、またいたずらじゃないかな。そのうちひょっこり出てくるよ。明日からは渋谷の建物の中も探そう。そうだね。いるはずなんだ、この壁の中に。ユリアがいないでこれから先どうすんだよ。
ユウ、どうした？何かあったのか？よかった、京介ちゃんといた。そりゃいるよ、こんな時間に出かけるわけないだろ。わからないよ、そんなの。ユリアちゃんは突然いなくなったもん。ああ。ねえ、京介。ん？何？あのね、ちょっとだけ近くにいさせてくれないかな。ちょっとでいいの。いいよ、何も用意してあげられないけど。ありがとう。京介は座らないの？え？隣、そばにいてほしい。そこまでしなくても。そんなに怖いのか？京介はいなくなったりしないでね。お願いだから消えないで。なくなるわけないだろ。心配しすぎだって。東国のこともきっと大丈夫。消えたわけじゃないよ。必ず見つけ出してみせる。本当？ユリアちゃん見つかる？まあ、一応当てらしきものがなくはないんだ。そっか、やっぱり京介はすごいね。ありがとう、京介。ちょっと元気出た。それならよかった。でも、せっかくだし、もう少し一緒にいたいかな。いてもいい？こっちに来てから撮ったみんなの写真、結構いいのが撮れてると思うの。京介、いいよ。僕もユウの写真、久しぶりに見たい。
南側結構広いけど頑張ろう。ああ、建物の中までとなると一日ではとても無理だから、今日は4分の1くらいやろっか。その前に一つ行きたいところがあるんだけど、いいかな？いいけど、どこに行くの？東国の家だ。お邪魔します。うわ、お金持ち。勝手に入っていいのかな？そんなこと言ってる場合じゃない。そうだよね。ここにはいないのかな？そうかも。金庫が開いてる。なんだろう。え？それにこっちはぬいぐるみだね。東国産のパティと色違いだ。大切だったんだろう。東国はこの金庫内にあるとある論文がこの世界を理解するために役に立つと言ってたんだ。そうなの？じゃあこの紙の束の中に何かヒントが。そうだろうね。だけど僕たちで理解できるかな。確かに。一応全部持って帰ろう。今ここでその論文がどれかなんて判断がつかないし。そうだね。段ボールか何かに詰めて持ってくか。ちょっと探してみるね。ありがとう。あれ、これ。え？これって。これ、すごいぞ。これがあれば脱出できるんじゃないのか。なんだよあいつ、確証がないとか言って散々隠しやがって。桜井君、あったよ。
どうかした？あ、いや、何でもない。そっか、じゃあとりあえずこれを詰めてみんなの元に戻ろう。そうだね。このページ破けてる。私だけど。二階堂、ちょっといいかしら。どうした？神谷君には気をつけて。え？神谷がどうかしたか？彼のことを信じないで。どうして？今あなたに言えるのはそれだけよ。おい、詳しく説明してくれよ。どうして神谷のことをそんな風に言うんだよ。仲間だろ、みんな。ロウのこと信じてる。え？ロウ？ええ。あいつは信じてない。それなら神谷君のことも信じないで。いや待て、神谷とロウに何の関係が？信じるなってどういうことだよ。確かにポリシーはだいぶ変わったみたいだけど、
んな久しぶりだな。毎日うろ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 ご苦労なこった。お前桜井、彼は覚えてないのか？ローだよ。君がローか。名前だけは桜井から聞いてる。そりゃどうも。お前も忘れちゃったのね。回りくどい説明はする気はない。俺は幼馴染のうちの一人、そんだけだよ。いつもみんなで行動してただろう。覚えてないな。誰だよお前。私も覚えてないですね。ごめん、僕記憶力が悪くて。おいおい、ひでえな。みんな桜井と一緒かよ。ユウは覚えてるか？いや全然知らないよ。カレンちゃん知ってる？知らないわ。それにしても誰も俺のことを覚えてないなんて。俺はみんなのことよく知ってるのによ。神谷の独裁者っぷりとか、町工事の途中で諦めるところとか、諸角の疑問を殺す無能さとか、桃野の自己中心的なところとか、影山の自分が傷つくのが嫌で何にもできないところとか、桜井の嫌なとこは全部他人に押し付けるところとか、東国の俺、そういや東国はいねえの？なんだよお前、絶対俺たちの仲間じゃないだろ。仲間だって言ってんだろ。さっきの言葉は全部心当たりがあるだろ。全然ない。適当なこと言うな。何をしに来た？そうじゃけんにすんなよ。お前らに男手が足りねえと思ってわざわざ出てきてやったんだ。お助けキャラは大事にしておくもんだぜ。俺、食料運んできてやろうか？すまない。桜井、入っていいか？ああ。こそこそすまん。なんだか神谷の前では言いづらくて。大丈夫。なあ、犯人ってローなんじゃないのか？犯人っていうのは？ほら、私は死んだ、犯人は誰ってやつ。どうしてそう思うの？あいつ攻撃的だし、俺らの友達とか嘘をつくし。あんな嘘つき野郎を同じホテルに泊めて大丈夫なのか？ローが嘘をついてるとは限らない。嘘とは限らないってどうして？記憶が消えている可能性がある。記憶が？確かに、私は死んだと言われても、そもそも誰が殺されたのかわからないしな。ここに来た記憶もないし、おかしなことだらけだ。なんだか中学と高校の記憶も薄い気がするよ。小学生のことばかり鮮明に覚えてる。これも記憶が消えてる影響なのかな？そうかもしれない。僕たちは今、犯人を見つけるために適した状態になってるらしいんだ。記憶を失っているのが、どうしてそうなのかはよくわからないけど。桜井君、詳しいんだね。あ、いや、そうじゃなくて、東国がそんなようなこと言ってたから。記憶が消えてて、実際はあいつが俺らの仲間だった。
なんてことを考えられるか。あんな奴が俺らと仲良くしてたとは思えない。同意。ローと仲良くなんてできない。それは今も昔もだ。でもあいつが嘘をついてることを証明しなくちゃいけない。そうしないと追い詰めることはできないよ。確かに何を言ってものらりくらりとかわされそうだけど、でも誰もあいつの味方なんていないし、証明なんてしなくても構わないだろう。いや、そんなことはない。確信もないのに犯人と決めつけるわけには。確信は俺がしてる。あいつ以外に犯人はいない。町工事はそうかもしれない。でもみんながそうとは限らない。少なくとも神谷は、諸積あたりは反対すると思う。そうだな。大丈夫。仮にローが何か企みを持っていようと、僕らが結束してれば何もできない。焦る必要はないんだ。影山はどう思う？僕？影山の意見を聞きたい。どうして？みんなを一番見てるのは影山だから。そんなことないよ。全然そんなことない。そんなことある。周りがよく見えているから。いつも影山は着眼点が違う。でどう思う？僕はロー君が犯人かはまだわからないと思う。あいつが犯人だって。じゃあ他にこの中に人殺しがいると思うか？それはわからないよ。でも僕らは思っている以上に互いのことを知らないんじゃないのかな。なんでだよ、小学校からの仲だろ。そうなんだけど、でも今回東国さんがいなくなって、彼女の悩みのことなんて僕ら誰も知らなかった。だから知っていく必要があるんだと思うよ。ロー君のことも他のみんなのことも。京介、よく眠れたか？お前一体何なんだ？なんだも何もローだっつーの。気心の知れた仲だろうが、俺とお前は特によ。だから覚えてない。忘れっぽいんだな。傷つくね。今日も東国の捜索を引き続き行う。でもその前に、ローを不審に思ってる人もいると思う。彼はみんなの友達だったと言うけど、俺たちは誰もその記憶を持ってないし。でも昨夜思い出したんだ。思い出したって？ローは幼なじみの一人だった。間違いなく小学校からの仲だ。俺たちはどうやら記憶を失っているみたいだ。は？みんなもそのうち思い出すんじゃないかな。彼は潔白だ。心配しなくていい。そんなわけないだろ。こんな奴と仲良くしてたと思えない。仲良くしてたよ、町工事も。何言ってるんだ、おかしいだろ。昨日と今日でこんな。神谷君が思い出したと言ってるんです。それならそれだけの話でしょう。ようやく思い出してくれて嬉しいよ。お前何が目的なんだ？目的？この世界を終わらせること。決まってんだろ。ローにも東国を探すのを手伝ってもらおうと思ってる。得体の知れない奴とこんな状況で一緒に行動なんてできない。そう言うなって。そのうち町工事も思い出すよ。
ロウ、真面目に探せ。だってな、見つかるわけないし。どうして？自分で考えろ。ごめん、僕ホテルに忘れ物しちゃったみたい。ちょっと取ってくるね。え、ま振られちまったな。俺と二人で将来の夢でも語り合うか。絶対にごめんだ。ああ、俺もだ。鍵がない。あ、桜井君、探していたんだ。どうしたんだ？これ落としていたよ。ありがとう。部屋に戻れないかと思うと焦ったよ。お礼なんていいよ。それより用心してね。何が起こるかわからないから。うん、本当にありがとう。そっか、今日も見つからなかったか。でも、あさってまでには全部調べ終わるだろう。そしたら見つかるさ。神谷、やっぱりローのこと納得できない。ああ？まあまあ、思い出せないなら無理もないよ。でも、彼は確かに俺たちの仲間だ。疑うならいろいろ聞いてみればいい。俺たちにしかわからないことを。町工事、お前俺が犯人だとでも言いたいのかよ。そうだよ、お前以外にいないだろ。そうか、現実世界で殺人をしてそのことを覚えてる奴が仮面をかぶってこの中に潜んでるんだと思うけど。誰かを傷つける人間なんていない。いやいや、いるんだろ実際。そうじゃなきゃ東国が殺されたりしない。さて、死体はどこに隠されたんだろうな。殺された。やめろって。町工事、証拠もなく疑うのはどうかと思うよ。むしろそっちがやってない証拠を出せよ。お前しかいないんだから。うるせえな。わかったわかった、そこまで言うのなら俺はこの場を去る。それでいいんだろう。ああ、お前と一緒の空間にいることが耐えられない。ったく、せっかくお前らの推理ゲームのお助けキャラになってやろうと思ったのに。みんな、ちょっと。影山、どうした？どうしたの影山。東国さんが語っていたこの世界の仕組みについて一旦おさらいしてみてもいいかな。おさらいか。影山がそれを必要だと思うならぜひやるべきだ。クロノス世界には一つのミッションがあって、それをやり遂げることでこの世界から脱出できる。逆に言えばこの世界は僕たちにそのミッションをやり遂げさせようとしてる。だから
この世界は手伝ってくれるんだよ。電気が使える使えないも、記憶が消えてるのも、メッセージだって全部が僕らを導くためのヒントなんだ。世界は僕たちの味方で、だからこんなこともできる。容疑者リストを出して。これは実は東国さんにディスプレイの活用法についてこっそり聞いていたんだ。世界が提示する容疑者は8人で、ロウ君は入ってないんだよ。だからロウ君は絶対に犯人じゃない。待てよ、あくまでも僕ら8人の中に人殺しがいるっていうのか。なあ、ユリアの名前が消されてるのってなんだよ。わからない。なんだよこれ。どうした影山、何か用か。謝りたくて。謝って許されるようなことじゃないと思うけど、僕桜井君の部屋に勝手に入ったよ。それでノートを勝手に読んだんだ。さっき話したことも全部ノートに書いていたことで、本当にごめんなさい。いや、いいんだ。あのノートは本来全員で共有すべきものだから。隠し持っていた僕が悪い。うん、桜井くんは悪くないよ。仲違いを避けたかったんだよね。僕も同じ立場なら、まず隠し持っていたと思う。影山。教えてくれ。どうして、そんな大胆な真似をしようと思ったんだ。責めてるわけじゃなくて、純粋に知りたいんだよ。僕の中の影山と、目の前の影山が、なんだか噛み合っていない感じがするんだ。自分を一番大切にするのを、やめようと思ったんだ。どういうことだ？僕ってさ、これまで大事な時に
全然行動できていなかったんだ。いろんなことに気づける目は持っているのに、肝心な勇気はなくて、自分が傷つきたくないから何もしなくて。けど、でも変わらなきゃいけないんだ。こんな状況だからこそ僕にはできることがある。変わるんだ、神谷君や桜井君みたいに。そうか、影山はみんなのために頑張ってくれていたんだな。よし、なら僕ももっと頑張らないといけないな。力を合わせてこの世界の仕組みを解き明かそう。ありがとう桜井君。みんなで脱出しようね。そうだ、町工事君がこれからスクランブル交差点でワンマンライブをやるらしいんだけど、見に行く？ワンマンライブ？こんな時に何考えてるんだあいつ。多分町工事君なりにみんなのことを考えてるんじゃないかな。俺の歌で辛気臭い空気を変えてやるぜって感じに。そうか、そう考えるとあいつらしいな。僕は遠慮しとくよ。ちょっと考えたいことがあるんだ。ライブはみんなで楽しんでくれ。わかった。それじゃあ、おやすみ。あ、また明日。